名古屋の地下鉄でホーム柵が設置されていないのは鶴舞線だけで、名古屋市はアジア大会が開催される2026年9月までに19の駅に整備する予定です。今日の運転終了後、庄内緑地公園駅で設置が始まるため、愛知県日進市にある工場で柵の部品などを車両に積み込む作業が行われました。ホーム柵は庄内緑地公園から丸の内までの5つの駅は今年度中に、残りの赤池までの14の駅は来年度以降順次稼働する予定です。